こんにちは伊藤正一です。g b t Four のビデオみんな見てくれてありがとうございます。コメントと質問もたくさん入ってて、コメントの中でまあ僕の下手な日本語でいくつかは答えたんですけども、結構たくさんあったのでコメントの反応と質問の答えを今日ビデオで提供したいと思います。でまず質問に行きます。さやかりゅう七十三のコメントです。でさやかさんは今音楽をミュージカルの音楽を作っていて。 物語はできてるんだけれども細かいセリフがなくてセリフを作るのに何年もかかってたんだけれどもこれ多分 GPT だと思うんですけれども技術を使ってアンロックしたと。この使い方は一番こう役に立つ使い方のうちの一つでこうアイディアあるけれどもこの書くきっかけになるとかフォーマットを作るとかたたき台を作るのにはすごくいいのであとこのアウトプットのスタイルをいろいろ変えられるので例えば俳句でアウトプットしろとか。 5歳の子が分かか、るようにアウトトプットしようとかあとはこの雑誌の書き方で書けとか、まあ、国会答弁のように書けとかっていうのはあるので、まあ、これをいろいろ皆さん実験してみてください。次のコメントは、JPN0073 からで,すでまあいろいろ書いてあるんですけども一つはまあ人ずつ使うっていうよりも社会全体がこう使うといろいろ変わるんじゃないかなっていう、まあ、ドキドキする気分いろいろスキャンとかフェイクニュースに対して 心配して,るっていうことを書いるうこのフェイクニュースはすごく僕も心配はしているんだけれどもこれは GPT で始まったものではなくてで結構フェイクニュースってもたくさんあるんだけどもそれがこう配給されるかどうかとか信用されるかどうかっていうのはあるのでだからこのフェイクニュースの問題っていうのを今まで あったのものにすごい加速はすると思うんですけども、あとはこう本物かこう機械が書いたのか、人間が書いたのかとか、このプロベネンスをどうやってまあ感知するかっていうのは、多分これからいろいろ課題の一つだと思います。AI が書いたかどうかを分かるっていう技術を出している会社もあって、でこの人間が書くと、この偶然性だとか、このランダムなものが結構たくさん入っているので。 やっぱり機械,っていう機械が書いたきっちりさと人間が書いてるものは分かるっていうふうに言ってる人はいるのでまあそういうようなツールだとか機械が書いたらこう特徴をわざと入れるとかこういうアイディアはいろいろ出てきてると思うんですけどもただ多分その技術的にどうするかっていうレイヤーとこのフェイクニュースをそもそも世の中的にどうするかっていう話はすごく重要な課題なのであのこ,このコンテクストの中で進めていきたいなと思います。次は 2001A さんからのコメントなんですけどもあのこの人は身体障害者と発達障害者で,でこういうチャット GPT みたいなツールを使って結構アクセスビリティが良くなるとか多分生産性も上がるっていうので、まあ、この人は社会に対する負担が 減るるんんじゃなないいかとうことを言ってるんですけど、まあ、確かにそういうところもあると思うんですけども本当にまあ僕も結構ネロディバーシティの話をしてるんですけどもいろんな障害を持ってる人たちがこれによって弱いところを補って強いところをサポートするっていうこともすごくあると思うのでそういう意味で言うとその障害者をサポートするっていう手もあるんだけどもこの多様性をもっと発揮するっていうことも効果的になると思うので、まあ、そういう意味でアクセサビリティに対するインパクトは GPT とかまあ AI 全般ロボットも含めてすごく大きいあのインパクトなのでぜひこの辺もちゃんとプロダクトも作っていいくべきだと思いますであのコメントにも入れ,入れときますけどもこの間 Zoom でクリスティン・サン・キムっていう僕の友人の老和社者と話しててでそこでこういういろんな AI を使ったあの障害者のサポートの話してたら手話をあの AI が作るっていうサイトを見つけてもらったのでリンク貼っときますので、まあ、こういうような。 あの、いろんなプロダクトも出てくるといいと思います。次のコメントは佐藤とまりん533です。で、この人は実際にボットを作ったりもしていて、まあ、リテラシーと経緯が必要なんじゃないかな。使う側からしてでそういう意味で言うとまあ、ai の進化の中で人間の進化が必要だっていうことを書いてるんですが僕もその通りだと思います。で、ai が勝手に神様みたいになるっていう人もいるんだけども。僕のイメージは ai は人間を拡張する。 で勝手に動く部分、まあ、会社企業なんかは人間が企業の中に入ってるけれども、まあ、人間を超えたパワーがあってその会社みたいなシステムをマネージするのって結構大変なのと同じで、まあ、AI のマネジメントも大変だけれども AI は人間が作ったものなので人間が行こうとしている方向にジェットパックつ,くつけてすごいスピードで行っちゃうような感じなのでだから我々が何をなぜしたいかでそれをどうやって表現するか。でみんな ディスカッションの中で,中でまあ、AI の理解とかリテラシーも重要なんだけども世の中をどうしたいかっていうことをきちっと理解してそれを AI で表現するといい方向に行くけど今のこの社会みたいに意外にぐちゃぐちゃなところに AI が入ってくるとますます早くあの強くぐちゃぐちゃになっちゃうのでからここがすごく重要なポイントで僕もすごく怖いですでも怖いのが AI が怖いんじゃなくて AI っていう技術が今の社会に引っ付くことが怖いと思います 次のコメントは m r b a バナ m o さんからです。で AI はまあ学校とかをいろいろサポートして、まあ、いい意味はたくさんあるんじゃないかなとで。たくさんの学生が1人の先生だと結構今大変だけどこれも良くなるんじゃないかなと。ただ、まあ、貧富の差っていうかギャップがあるんじゃないかなと。まあ、親の多分 AI の理解の差だとかどういう環境になってるかとか。 まあ例えばその学校とかがどういうふうに導入してるかとこれでギャップができてくるんじゃないかなと僕もその通りだと思います。結構ツイッター見てても例えばニューヨーク州はもうチャット GPT を使っちゃいけないっていうことを言っている中で他の大学の先生なんかはみんなにジェネリティブ AI を使わせてでやらなきゃいけないことをすごく難しくしてバーを上げてただそこの中で AI を徹底的に使うと。そういうい考え方が こ隣同士にいると絶対 AI を使った人たちの方が多分社会にあの適用される AI のリテラシー上がっていくと思うのでだから多分いろんなリスクはあるしちゃんと考えていかなきゃいけないし AI 使わない事業っていうのもあるべきだと思うんですけれどもただ AI をきちっと導入しないで教育をやってしまうと子どもたちとの信頼関係も割れていっちゃうと思いますし社会に使えるスキルがちゃんと身につかない可能性もあると思います次の質問はまさみあっさん で,すで正ミアーツさんは画家でそしてデアリー2が多分いろんなアーティストからアートを募集してそれでモデルを作ってると思うんですよね。で契約書が英語であってその英語が分かんなくてあの、まあ、忙しかったみたいなので分かんなくてサインしなかったんですけども、まあ、こういういろんな画家みたいな人たちがどうやって AI と関係を持つかっていうことを質問していると。 で、僕も知らなかったんだけども、ダーリーのトレーニングのアートはちゃんと契約に基づいてアーティストから受けてるっていうのも、これいい話だと思うので、ただその契約書がに何書いてあったのかな、ぜひ知りたいので、まさにアーティさんが送ってくれたら僕読んであげます。でも多分、今後、あの、知的財産、あの、著作権かかったものが、あの、AI から出てきちゃうっていう話も随分出てきていて、そしてその、 トレーニングデータを提供している人たちはどういうふうに報酬をもらうべきだとかこういう話は随分話題には出てきていてで多分単純な著作権だけではカバーできない可能性があるんですよねだから僕らが例えば図書館に行って本をたくさん読んででもその学んだ知識は持って出ていいわけですよねでそれと同じでこう機械がいろんなデータとか本とかあの著作権がかかったもので学習して もうそのデータは持ち出さないけど学習した知識を持ち出してるっていうのはこのモデルってあんまり法律的な概念はきちっとできてないんでまあこの辺の議論は今ちょうどみんなやってるところで,で僕はもともと Creative Commons っていう団体の代表をやっていてでそのチームと AI の会社の法務担当とまあ学者とかと一緒にどういうふうにするべきかっていうディスカッションちょうど始まったばかりなのでまあこの辺が結果出たらまたビデオで紹介したいと思います。 で次の質問は GPT とかを見てると、まあ、情報とかインテリジェンスのコモディティ化が進むんじゃないかなとで次の人間の役割何をするべきなのかっていうご質問なんですけども確かにコモディティ化は進んでるんだけれども、まあ、今の g p t 4見てても僕も見ててかなりあの優等生の答えは出てくるんだけれども。 こうひねりがないんだよねだからそのまんま受け取っちゃうときっちりしたお利口さんだけれどもこの面白さがなかったりするんでそこのひねりの最後の仕上げは多分人間は今のフェーズでは必要であとは結構間違えるのでその間違いを直すプロも必要だと思いますし、まあ、GPT はジョークとかいろいろあるんだけどもあのこう人間っぽい少しこう偶然性と環境をこう取り込んだのは、まあ、今のバージョンではそんなにできないので。 結構そのプロデュースのレイヤーは人間は必要にまだなっているとこれもだん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  GPT とか他の AI も強くなってくるんでここは変わる可能性はあると思うんですけども僕はあの中長期的にもこの人間が全体的を見るっていうのはすごく重要なのとただそれだけではなくてその何でやるかとこのその世の中の意味だとかゴールとかこれは AI は設定しないわけですよね。AI はどっちかっていうと何か指示されるとそれをやると。 だからまあ人間的に言うとやっぱりあの内在的な動機っていうのは人間は持てるんだけれども言われた通りきちっとやるっていうのは AI は得意なのでだからそういう意味で言うと言われたことをきちっとやるような人間をこれからたくさん育てるわけではなくてどっちかっていうと自分で何かいろいろやりたくてやりたいことが多様な人間がたくさんいるとこういろんな未来のシナリオが こう可能性が生まれてきて、で、そのシ,リアシナリオをみんなでディスカッションして、で、社会のゴールを決めていくとか、かなんかやりたいっていう気持ちが必要で、で、今のやっぱり教育システムとか、今の会社のシステムなんかだと、結構個人のこう内在的な動機っていうのを潰して、そしてこの会社の経済的な最適化をきちっとこなすっていうような職業は多いんだけれども、やっぱりそれよりももうちょっとクリエイティブな、 どういう方向に行こうかとか、なんか今まで想像されてなかった面白いことを発見するとか、そういうようなクリエイティブなところは人間が必要なのかなっていうのと、あとこの質問の中にも入ってるけれども、やっぱり人間関係だとか、コミュニティだとか、個人間のサポートとかもすごく人間的なんじゃないかなと思います。だからあんまり、あの、まあ、個人的には、コンピューターがテイクオフはするっていうよりも、 あのどん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 人間が自分がやりたいことを表現してそれがコンピューターとか AI が理解してそして僕らがやりたいことをエンパワーする方向に持っていくので,で逆にみんながやりたいことが世の中にとっていいことにするためには哲学とか美学とか倫理観っていうのが必要なのでそっちに我々は集中するべきかなと思います。最後にになりまましたがが月30日に僕の新刊が出ます AI という新刊刊出す AI いうで まこのビデオとかに出てるチャット GPT とか AI の使い方とかその AI が自分たちの働き方とか社会にどういう影響を及ぼすかっていうような本なのでぜひ皆さん買ってください Amazon を含むウェブ書店で予約をスタートしてます皆さん予約してください